愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオでございます。で、今日はね、皆さんバレンタインデーなんですよ。知ってました？まあ、もらってないんですけど、テーマをね、久々に恋愛のテーマをちょっと話してみようかなと。で、これ質問来たのは結構前なんですけど、直球でね、どうやったらモテますかっていうで、結構恋愛の相談っていただいてて、まあ、どうやってモテますかもそうなんだけど、特に女の子から多いのが、この前生放送でもねあったけど、先輩のことが好きなんですよ。で、先輩が受験生なんですよ。で、やっぱ受験時って恋愛ね、告白したりするのも邪魔になるかな、迷惑かけるかなっていうので、告白していいですかねみたいな相談もあったりするんですね。なんで、まあ、その辺もちょっともしかしたら話せたら話そうかなと思うんですけど、ひとまず今回のテーマはどうやったらモテますかっていう、この質問にね、もうサクッとバチッと答えていこうかと思いますとか言ってみたんですけど、結論から言うと俺が教えてほしいっつうねと思ってる。だから、まあ、俺別に恋愛をこういろいろね、恋愛マスターではないからさ、まあ、もしかしたら、まあ、そういう方がいらっしゃれば、そういう方にねちょっと教えをこうってほしいとこなんですけど、でも言うても35年生きてきて、まあ、ほぼ36か年生きてきてて、で、まあ、それなりに恋愛をしてきたんですよ。で、恋愛をしてきた中で、まあ、恋愛をしてきてさ、たくさん失敗してきたわけで、失敗してきたからこそ、あの、気づけたものってすごくあって、だから自分の中でこういう風に変わってよかったなっていうのを、まあ、恋愛のターニングポイントみたいなのを少し話していけたらなと思います。あの、恋愛のテーマだから、本当興味ない方は、あの、時間もったいないから止めてくださいね。はい、あの、ここからこの先聞くか聞かないかは皆様次第ということで、よろしくお願いします。それじゃあね、話していこうと思うんですが、まあ、人生には3回モテ期があるらしい、誰が言ったか知らないけどもって言われてて、で、3回のモテ期は、まあ、使ったと思ってます、自分の中では。まあ、モテ期ってさ、何をもってモテ期なのかもよると思うんですけど、で、自分1回目は小2らしいんですよ。小2で、これは小学校6年生の時の夏休み、俺飼育員だったんよね。飼育員の夏休みの当番で学校行った時に、ちょうど一緒にね、その飼育をやってた女の子、その日当番が同じだった女の子に、お前ってさ、お前って言われねえや、ほにゃららってさって、実は2年生の時すごかったんだよみたいな話を4年後に聞くっていう、まあ、そこ多分一番のモテ期だったらしいよまあ、全く恋愛とか微塵も興味なかったからね、まあ、遊ぶことで精一杯だったので、まあまあまあ、モテ期の無駄遣いをしたらしいんですが、で、あとが、高校1年時と塾講師の時が、多分自分の人生の中でね、まあ、モテ期がちょっと来てたのかなっていう感じがしてるんですけど、ただ自分の恋愛のターニングポイントは、まず高校生の時、あれいつだ、高1か、そう、まさしくそうだ、高1、俺高校入ってから初めて彼女ができたんですね。中学の時は全敗してて、告白しても全部振られてて、まあ、よく、あの、いじめを受けてるというかね、みんなに嫌われてる時期によく告白したなと思ってる今では、まあ、それもちょっと分かんなかったね、分かんなかったよ、ひとまずなんか言いたくなっちゃったね、全部全敗しててさ、で、まあ、いろんな、ね、ひどい振られ方もしましたけど、で、高校入ってから、あれ、なんと2人目かなの彼女を付き合わせてもらった方に、じゃあ高1から付き合ってて、高2の時に振られたんですよ。で、ほぼ1年記念日ぐらいだったかな、ほぼその辺の日で振られたんですよ。で、今のも忘れない、6時間目か7時間目、その日の最終時間、自習だったんよ、クラスで。で、自習だったんだけど、まあ、俺そんなにちょっと真面目くんではなかったので、まあ、勉強してなくて、友達と話してたのね、もう超嫌なやつ、ごめんなさいね、あの、真面目な方、本当ごめんなさい、迷惑かけました。で、話してて、で、うち、あの、携帯持ってっちゃいけなかったんですけど、まあ、当然持って行ってて、で、その話になってって、友達と話してる時に、まあ、メールが届いたんよね。そのメールで振られたんですよ、その彼女に、当時の。えってなったのね。で、俺の中では、その前日かその前の日とかも普通に長電話してて、で、別に仲良かったと思ったから、なんで？と思って。で、あの、もうすぐにちょっと話しようっつってその日、その当時の彼女がバイトだったんで、バイト終わりまで待ってるからっつって、もう必死よ、こっちからしたら確認したくて。で、バイト終わりに話をしたら、まあ、もうついていけないって言われて振られたんですよ、1年記念日にね。で、まあ、自分の中でこう分からなくて、何がダメだったかっていうのが、まあ、でも考えるじゃん。で、いろんなことを考えた結果、思ったのが、自分勝手だったんよね。別に、迷惑をかけてたかどうかはまあ分かんない、まあ、彼女にとっては迷惑だったかもしれないんだけど、ただ自分
果中心だったのよ、完全に振り返るとね。そうだから、あ、そうだなって、そこだって思ったんよね。でそこからその後お付き合いさせてもらった方に関しては、まあ、全員が全員できてたかわからないけども、基本的に相手のために相手が喜ぶことって何なのかなっていうことを基本的に考えるように、その視点が加わったのと。多分今聞いてくれてる中高生の方とかね、もう中学生の方とかでも、そんな当たり前じゃないのって思った方いるでしょ。でもね、当たり前じゃなかったの、俺からしたら分かんなくて。そうで、まあ、そこでは一個もターニングポイントだよね。そうでなったと。で、まあ、そこからまあいろんな恋愛が、ね、うまくいって長く続いたのもあれば長く続かなかった恋愛もありましたけど、で次のターニングポイントが大学ですね。大学入ってすぐに、同じクラスの方とお付き合いさせてもらって、結果的に丸4年付き合いました。大学4年間はその方とずっと付き合わせてもらって、で社会人になって、お互いがね社会人になったとなってすぐに別れてしまったんだけど、それに関してはね、まあ、ターニングポイントというか、まあ、これはねめちゃくちゃ生意気な話なんだけど、俺から振りました、その方はね。で彼女が、当時の彼女さんが一浪してったよ。だから年は一個上だったんよね、同じクラスだったんだけど。でただそのそこまでね、その大学付き合うまでにお付き合いさせてもらった人とか片思いした方の中ではもうダントツで好きだったの俺で。しかもやっぱ一個年上だっただから年齢としてはしっかりしてたし、俺ガキンチョだったから、その彼女に見合う男性になりたくて必死だったんよね。その必死のなり方が間違ってて俺の中では。そうで好きだからっていう風になってさ、そうで、まあ結構迷惑をかけたと思う。束縛もしてたし、確実に。そう束縛もしてたから、で俺の中ではもうすごいもう可愛い彼女だ、心配でしょうがなくてみたいな。そうでなんか俺が、まあ、俺も気持ちが不安定、今よりも不安定だったから、本当に好きでいてもらってるのか分かんなくなっちゃったりとか、疑心暗鬼になっちゃったりしてね。でどん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 こう疑心暗鬼が勝手に積み重なって、もう無理ってなってしまったん、その辛さに耐えきれなくて。で、まあ、もうあの人の人は俺のことなんか好きじゃないよなって思い込んじゃってて、で別れを告げたんすよ。でその別れを告げた時にこう、まあ、その方がこうなんていうのかな、嫌だって言ってくれたんですよね。泣きながらかな、まあ、電話だったんであるんだけど。でその時でも結果的にはもう引けなくて、自分の中ではもう言い出しちゃったから折れられなくて、その時に折れられたらよかったなって今でも思うんだけどそう情けない話よね。そう時にもうその時またそう俺同じ、もう自分の考えが全てになってたの。その人のことが見ちゃいないんだよ。そう自分がもう辛いって思ってるから辛いみたいな、もう自己中甚だしいわけで。別れた後にでも好きだったから、自分は好きだけど向こうにもう好きで好きって感情がないから、もう辛いからもう無理ってなって勝手に振ったでしょ。そうでもその別れる時のその当時の彼女がの話を聞いて、そうなんだ、そういうふうに思ったわけ。結果的にもちろんそこから復縁とかもしてないし、もう連絡も取ってないんだけれど、そうその2つがやっぱ大きなターニングポイントだったのよね。うん、結果的に同じ失敗してんだけど俺は。そうで今回なんでこの話をしてるかっていうと、まあ、モテる方法はわからないです正直。でもモテるかどうかわからないけど、相手のやっぱり立場に立って考えることはすごく大事なことだと思ってる。それはモテるモテないの話じゃなくて、付き合えた後に長続きするかどうかはすごくそこにかかってると思うんだよね。やっぱり自分の譲れないところは譲っちゃダメだよ。それもある、ね、自分の大事なここだけはってものは譲っちゃいけないけど、でも譲んなきゃいけないところもあるんだよ。そうだからその部分を大事にしてほしいなって。で人の気持ちなんて、だから自分の気持ちさえもわからないじゃん正直。みんな自分の気持ち100わかんないでしょ。そう自分の気持ちでさえわからないのに他人の気持ちを決めつけるなんてもうおこがましいことだから、俺みたいになっちゃダメだよ。本当に気をつけてほしいっていうのは、まあ、今回せっかくね、まあ、バレンタインデーだし、まあ、恋愛の日ですから、一応恋愛の日なのかわからないけど、まあ、この話をして、まあ、みんなが、まあ、今恋愛してる方もね、まあ、あと付き合ってる方も片思いの方も未来で恋愛する方もいると思うから、その時に本当恋愛してる時ってねマジで頭がバカになるから言い方が悪い、視点、目線が狭くなる、視野だ言葉が出てこない、視野が狭くなる。そうだからその視野が狭くなってるなって思った時に、
なんかふと思い出してくれたら嬉しいなって思って、あ、ハイチ失敗してたな、あんなこと言ってたなっつって、いや、この失敗してる人絶対多いから、そうだから、あの、視野を広く持ってください。恋愛って楽しいことばっかじゃないからさ、辛いこともたくさんつきまとうから、でもつきまとってるからこそ、あの、楽しいものだと思っているので、皆さんがね、いい例をしてもらえたらと思います。ちょっと長くなっちゃったんで、あの話はサクッとなっちゃうんですけど、あの、先輩に告白して迷惑かっていうのは、告白したらいいと思う、自分は。迷惑かどうかは相手が決めること。まあ、それでね、今までは友達関係としてうまくいってたのが破綻する可能性ってあるよ。告白することによって。それはごめん。破綻するのは責任は負えない。そういうことはあり得るから。特に男は、ちょっとこう、なんだろう、距離を置くやつがいるから。まあ、女性もいるのかな、わからないけど。男はいるよ。知り合いでも多かったからね。けれど、やっぱり思いを告げるっていうのは大事だと思ってて、そう、でもし、告白します、付き合います、で、その先輩が試験、入試失敗しました、お前と付き合ったから失敗したんだよって、もしそんなことを言うようなやつだったら、もうそこは別れて正解じゃない？いや、クソだろそんな男って思っちゃうからね、まあ、そこは、まあ、付き合ってみないと人の本性ってわからない部分もあるので、何とも言えないけれど、自分はもし自分のためにね、うまくいかなかったり関係が破綻するのも腹くくった上だったら絶対言った方がいいと思う。そうで、言うからにはきっちり言いな、中途半端に言うんじゃなくて、中途半端に伝えるのは中途半端に後悔が残るから、言うんだったらしっかり言った方がいいと思ってます。はい、ということで以上、ハイチの恋愛講座違うな失敗講座でしたまあ、何かのね、お役に立てたら嬉しいです。ではでは、今週のダラダラジオは以上でございます。また来週ね。また来週は普通に喋ると思うんですけど、何か喋っていきますので、よかったら次回も聞いてみてください。では、以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃ、またね。バイバイ。